しますか。パソコンオープンできますけど、しないのはしないで大丈夫です。忘れてました。結構まあレベル4からですね。あ、レベル3から3からね。はい。はい、終了です。はい、頑張ります。いただこうと思います。スタンコスト。青県がやったら高いでくると思ってします。あとは。県で一番強いです。オープンしたら、私から置いて、チャージから倒しに置くので、実質ゼロです。チャージがゼロだったので、はい。6000点、パンチは。白です。上から3枚見て、突き始め並び替えてから相手のノーマルスクエアにあるコスト5以下の絶対1体を手札に戻します、ね。並び替えてこれ手札にお願いします。それは自分のターンだけですか。自分のターンだけです。相手ターンは言えません。で、7000枚がなくしたいです。はい、終了です。
ラムレベル1ありますけど、コストは何か関係ない。で、短縮をします。はい、頑張ります。じゃあ、ユイのリンク揃いました。このターン、俺のギアドラゴンは、ダメにギアドラゴンいたらか、いないか、いないならか、いないなら愛情ありますね。いますね。いますね。完全に忘れてる。じゃあ、4人、持ち方ないとか言われたら、一応コストダウンはしてますね。コストダウンはしてますね、テクラの。4以下と6以上でしたっけ、デスティンビニング。4以下と7以上です。7以上、了解です。じゃあウェルカの持ち方した時の効果で、上から10枚公開します。2、3、4、5、6、7、8、9、10。この中のドラゴン1枚をリソースにスリープで埋めます。じゃあ赤、緑、青、黄、じゃあ青の方がこちらね。このアタック1、優先権放棄しますか、そちらの方が。今リソース残り3、残り3ですね。お願いします。はい、はい、これで、これだけですね。高くお願いします。じゃあ3コスト、あとはスプレーします。手札1枚捨てます。で、上から3枚見て、好きな順番に並び替えて1枚引いて良いですね。あ、じゃあ好きな順番に並び替えてからシャッフルして良い。その後1枚捨てます。2枚引きました。あ、引きました。はい、やりそうせいですね。どうぞ。
されます。投資家コスト3以下のテクス1体を割り出します。下段に誘発しているはずですので、手札1枚チャージに置いたらノーマルスカの相手に4以下の敵について破壊します。攻撃した時ですね。攻撃した時は手札上からやって攻撃かというのをどうぞ行きますか。行きます。ルスティンで切る方からここに3000ダメージを与えます。はい、でこれで破壊したときに1枚引きます。それではファーストアプレイします。攻撃したとき
上から1枚スリープで置いて、その中のゼクス1枚とかで組みます。で、プラス4000、こちら1番でアタックします。はい、終了です、そうそう。あ、そう。終了時、このしばらく入れ替えの後でワンドローします。失礼しました。手札が多くなったんで1枚捨てます。はい、大変失礼しました。どうぞ。レベル3上がりますですね。はい、どうでしたっけ、こう一緒に攻撃して、ちょっと取れてるんじゃないかと。はい、ご存知です。はい、攻撃してっていう優先か絞るとかですね。これは3000与えて、与えたら破壊したらワンドロー。こっちは隣の少ないやつと入れ替えるとワンドローします。単収容ですね、こっちは。じゃあリンクを置きます。今度こそ IG アイコンのこれを置くのでインストします。 IG アイコンありました。あー違う、前じゃないけど、ないか。入れました。インストします。なんか違う結果出ました。出た時の効果で2枚取って1枚落としておきます。ギアドラゴンがコスト2下がってるから、テオニアスアタックします。アタックした時の効果で10枚公開します。もちろんこちらを取ります。コストは3下がってますね。で、4000枚通りますか。今、2、3、3、9あります。9
したり。3000ダメージ当たります。4500入ってるんで3000でしますね。相手だけワンドローします。でこいつだと5500で死ぬんですよね。で、ギアドラゴンが3下がってるから2コスト。いや4500じゃないですか。4500入ってるんで4500です。大変失礼しました。でスティングドライプレイします。戻すカードなくていいのではありません。引くカードも引きません。スイングドライブアタックは、ここで破壊するならユアキャットかな。ユアキャットなんですけどね、まっすぐ対価してたくない感じが感じですかね。スイングドライブですね。じゃあそのまま行きます。はい、アタックしたいです。じゃあ上でお願いします。はい、場所通り残り4を切ります。終了時、シュバルト効果を使います。これ、僕と1枚引いているので、引きないでいくか。じゃあ、入れ替えなくていいかな。どうぞ、降ります。5分前になります。はい、出す場所もありますね。出た時にチャージのドラゴン1枚を出しておくことで、デッキの1枚やったらデッキの1枚はチャージが来ます。死にますよ。これこそ1下がってるんで4です。そうですね。はい、どんな使うかどれ使うかみたいな感じ。
けど、はい、決まりました。で、残り使いのコスト4以下の、はい、この6体、5体か。アイジェイコンいました。認証します。スクワーなんか違うぞ。オープンありません。認証手を休んで、なんか違うぞ。これできなかった。目に入ります。スクワールアタックした時チャージになるから1枚入れます。こちらでネプラ自身プラス1000します。殺さないからどこかこの限りは入れますね。この2枚いいですか。スクエアからスクエアに分かるときに相手のノーマルスクエアのやるゼックス1体を手札に戻します。はい、4フォースとファーストアプレイします。除外します。除外されているこいつを出ます。じゃあアタックしたいです。上田お願いします。この感じで殺すのでいかないんだ。あとアタックします。上田お願いします。手を出す。どうぞどうぞ。これは何回でも言えますね。で、まあ相手側にも言えます。はい、了解です。じゃあ、アルドナムの起動効果で手札に戻します。手札からアルドナム以外のコスト5以下のやつを、ここに入っているところに出します。リブートで、やることができます。これは単純です。はい、で、大体30分になりましたので、はい、一応これだけでしょう。そうですね。これは移動は言えます。ゼックスのない丸のスクエアに置くので、全部埋めちゃう問題です。はい、出ました。で、最初到達したんで、トラチからコスト3以下のゼックス1体と全員加えられますね。しかもアリス以外でしたっけ？アリスも加えられるでしたっけ？アリス…あ、本人もいけますね。強い。あ、いけない、いけないです。アリス以外ですね。あ、アリス以外で。
あ、マジっすか。マジっすか。はい。あ、モダン。はい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 。言ってるって言ってた。別にあれですよ。どれとか来てないですよ。そうだよね。ではなんか商品の回復は入っていいよ。1枚置いてよい、まあ、でその後にコストサインから移ってもらいたいと思います。地震流手を飲みやすから一番これになるって感じですけど、はい、
交換します。その中のドラゴン1枚用にソースのスリップで埋めます。1枚、2枚、3種類ありますね。その中で1枚で収納の切らないカードとかですね、はい、あと3000で死にます。私はなんかカード名が無意識に覚えてますけど、振り返っても記録を使えないと1枚です。覚えないんで、カードのリスト、デッキのリストだけを見ても、どのカードだっけなみたいなことが結構多いね。で、3000で締めますね。若い子がいかがで、記憶力が。レベルリザーとしてますから、デミリオールが必要で、そうですね、そうですね、ダメージですか、ね、じゃあ短縮します。はい、2枚動かしました。デッキリプレッシャー入ります。なかったら動かします。一件入ります。リソースフェーズ入ります、何もなのかなっていうかな、そうですね、それは順番だけですね。でブレイズナイトを置きました、イグニッションします。ブースティング強いぞ、7500でアタックしたいです。アサプリします。コストですね。トラッシュのコスト5以上のカード2枚除外します。で、アルダムを出します。アルダム7500アタックは。アサ7500アタックは。アルダム
の効果起動します。自身の手札に戻すことでブリーズナイフを入れます。ドラゴンレベル2の時にノースカイには5000ダメージを与えます。これで与えた破壊した時にカード1枚引いて良い引きます。シングルアルテクノを落とします。アルタナのガサッと弾いて出てます。アルタナのヒット効果を使います。ここまで来ると面白いんだけど、面白いですね。やるか、フェイスに行きます。アタックは何もできます。ありがとうございました。